丈夫ですか。ダメだね。ルー、お前懐かしいなこの感じ。お前昔の掘りたいと思ってるんじゃないか。ゆるっと掘りたい。はい、どうも皆さんこんばんは、掘りたいでございます。さやかです。ゆうたろうです。はい、3人揃って鈴木家でございます。初めてじゃない3人で動画出るのちゃんとしたこういうタイプだと。確かに、うん、あとルーさんは俺はいらねえのかってめっちゃしつこく聞いてるけど大丈夫？大丈夫、いらない。今回は大丈夫、大丈夫、はい、ルーさん今回はおとなしくしてください。今回はね、本チャンネルのルーさんうっさいよちょっと。まあ気にせずやりましょう。はい、いっちゃん最初にルーとさ、龍太郎紹介したのってさ、本チャンネルのマジで最初の方じゃない？最初の方、本当に最初の方ですね。うん、なんだっけ、暴れ豚とガンマニアの少年だ。あ、確かにそうですね。あれ意外と好評だったよね。意外と好評でした。はい、というわけで改めまして、今日はね、龍ちゃんも出てくれるということで、龍ちゃん、皆さんにもう一度ご挨拶して。龍太郎です。はい、龍太郎です。じゃあそんな感じでちょっとゆきおさん、りゅうちゃんにちょっといろいろと聞きたいことを聞いていってください。はい、はい、ではりゅうたろうくん何歳ですか？11歳です。小学校何年生ですか？5年です。ダメだね。お前懐かしいなこの感じ。お前昔の俺が言うと大きいんじゃないか。ね、おやつあげるからちょっと待ってろ。はい、YouTube 出ててお友達から何か言われたりとかありますか？あります。あります。あ、そっちはあるんだね。ただいま、よいしょ。お友達も YouTube や TikTok 見てくれてるんですか？動きがちょっと聞こえたね。なんか最近だとあの TikTok でりゅうちゃんの料理動画がすごいバズったね。おー、うん、コメントもめっちゃついてて、はい、なんだかその鮭のも見える？鮭のなんかだ。あとラビオ丸太料理。丸太料理、うん、料理好きなのよね。あ、あれだ、ラビュール。ラビュールだ。さやかも料理、さやかもそんな好きではないの？料理は好きではないですね。ただやってたら上手になってうまいって言われるようなこと。それでもりゅうちゃんは純粋に料理が好きなんだよな。へえ、うん。ということで今回はりゅうちゃんの勝ちということで。はい。ゆる。ゆる。はい。まあどう、りゅうちゃんなんかさ、最近パパのこういう動画の、お仕事手伝ってくれたりしてるじゃない。なんかこう嫌じゃない？うん、大丈夫。うん、いい子です。はい。あ、ゆうさんおしっこだね。え、じゃありゅうちゃんに質問です。はい。パパとママのどんなところが好きですか？好きなとこ。優しい。おお。どっちが？両方とも。両方とも。お、どんなところが優しいんですか？なんかいろいろ。いろいろ。パパとママ怒った時どっちが怖い？フィフティフィフティ。もうちょっと怖いかと思って。同じぐらい。同じぐらい。まあ怖いは怖いよね、ちゃんとね。なるほど、そんな感じらしいです。なるほど。じゃあパパとママに直してほしいこととかありますか？なんか言えることが聞いてくれる。パパとママがダメって言ったらカットするから。言葉にできないらしいです。じゃあ、今年一緒に遊びに行きたいこととどこありますか？家族で。家族で。家族で。
あー、久しぶりね。韓国、韓国行ったことある？2回？2回か。ほら、シドとジェジェのとこを見に行くときに一緒に行ったんだよな。へえー、あ、一緒に。そう、しかも結構がっつり向こうで誕生日パーティーしてもらったんだよな。そういえば、海行ったりね、温泉行ったり、楽しかったね。韓国を満喫してかなり。俺いつも仕事で行ってるから、多分龍太郎とさやかの韓国を韓国は満喫してると思うよ、きっと。え、韓国の楽しかった思い出とかって何？あれ、温泉入った後のさ、あのなんか予約してくれたさ、辛いスープのコンジャンチー。あのホテルで温泉もあれでしょ、男同士でみんなで行った時のやつだ。あで、温泉って あれで多分銭湯、スーパー銭湯みたいな、プールの次の日、プールの次の日。うわ、懐かしい。シドと私が風邪ひいた時ね。そう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 。そんなことがあって、あの焼肉屋のスープでしょ、あれ美味しかったね。また行こうね。そう、うん、ボンホテル。お前ボンホテル好きだよな。ボンホテル、韓国だと、まあ、日本で言ったらカップルホテルみたいなのあるじゃない、いわゆるあのそこら辺にあって、はい、休憩いくら、はい、お泊りいくらみたいな、ちょっといかがわしそうな感じの韓国ってそういうホテルが普通のホテルとして営業してるのよ。安いし広いし、はい、っていうんで、結構ジェジェとかね、もうあのジェジェはあのシドたちの長寿からちょっと離れてるところだから、その時はソウルだったから、ソウルから来るから、ホテルはいつもなんかそういう適当にそこら辺のやつ、チョンジュのホテル取るんだけど、まあ女の子一人でも、まあ大人の人、大人の男の子人一人でも取れるのかな。そこが広くてお風呂も広くて、リュウすっげー好きだったね。まあそんな韓国プチ情報を言ってみました。今日はもうルーさんが大暴れだな、初期のものを思い出すね。じゃあ、りゅうちゃん、最近は銃に興味ないんですか？あります。意外とあります。意外とあります。どういう銃に今ハマってるとかありますか？ベトナム戦争の時の M16A1 と、ほ、と、あとあれ、またまたベトナムの1911、M1911。なるほど。今多分全員誰も分かってないな。どういう形の銃なの？不思議な音をありがとう。はい、どうぞ。ちょっと開けすぎかな。大丈夫。はい。はい、どうぞさ。はい、というわけで、今日はね、いきなりだったんであれですけども、りゅうちゃんを迎えて久しぶりにみんなで、動画を撮ってみました。安心してください。りゅうちゃんはちゃんと今でも銃が好きです。卓球とね、銃とね、ゲームが好きだよね。うん。はい、というわけで、まあ、これからはね、まあ、
このセカンドチャンネルのトークではちょこちょこまあうちの家族が登場してなんかいろいろ喋っていくと思いますんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ルーベンもいるよ。はい、それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ本当先ほども言ったけど、まあセカちゃんなんでね、こういうゆるい感じでやらせてもらいます。まあお暇な方はゆっくり見てください。それでは皆さん本日も良い夜をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。さよなら。